いろいろね、私もこうやって毎日遊んだりしてるんですけど、やっぱ一人でやるのって寂しいんですよ。で、前回召喚士のとこ遊びに行ったら、3人でワイワイするの楽しいですよね。待ってる間も楽しいですからね。というわけで、今日はブレフロキっての召喚士味噌汁、強いユニットを召喚したいと思います。いきますよ。おからきりそばかーん、じゃ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 ーん。おお、どこそこ。ここはですね、味噌汁日記の現場です。あれ、最強召喚士じゃないです。ユニットとして召喚されました。召喚士じゃなくて、はい、最強ユニットとして召喚士の味噌崎先生でーす。はい、よろしくお願いします。今日元気ですね。そうです、元気ですね。なんか3人の時いじってきまして。どうしよう、静かだな。なんか始まる前にですね、はい、あのいつもうるさすぎるから、うん、2人結構おっとりしてるから あんまり騒がない方がいいみたいな。で、声のトーンも1人バカでかいからやめた方がいいみたいな話になって、ね、私のもうおとなしい子を演じてみたらよくわかんないことになったんですよね。今日はですね、はい、私の質問に答えてもらいます。はい、プレフローのことで知りたいことがたくさんあるわけですよ。はい、誰に投げたらいいのみたいな、それをですね今日はぶつけたいと思います。お、私最近スーパーブレーバーストのバフを気にするようになったんですよ。はいはい、例えばなんか攻撃力アップ、スパークダメージアップ、クリティカル率アップってなったらどれを優先したらいいのっていうのが分かんないんですよね。基本的にはまあクリティカルですね。やっぱ結局クリティカルってまあものすごくダメージが上がるんで、スパークよりも上がるんですよ。クリティカルが出れば別にスパークが上がった状態よりも、攻撃が上がった状態よりも結局ダメージが多いんで、まあクリティカルが最優先かなっていう、スパーク、攻撃っていう順番ですかね。攻撃力ってなんか底上げするイメージだったんですけど、じゃあもうクリティカルゲーってことですか。そうですね。そうですね。なんてこった。強い人のスフィア見ると、うんうん、クリティカルダメージとクリティカル確率を上がるっていうスフィアと、スパークダメージが上がるっていう2個ですね。攻撃上げないんだっていう。私一生懸命攻撃上げてましたね。あまり詳しくは分かんないですけど、まあ、そういう人見ても、まあ、クリティカルとスパークなんだろうなっていう。スパークダメージアップとスパークダメージダイアップがあるとするじゃないですか。はいはい。そしたらなんかダイの方が大きそうじゃないですか。先に言った方がいいですか、後で言った方がいいですか。むしろ、スパークダメージが上がるやつが2体いるパーティーがおかしい。次はですね、はい、ブレブバーストについてです。レベルの話なんですけど、1と10って攻撃力が何倍も違うみたいなことって言うじゃないですか。何倍もじゃないですよ。まあなんか結構違うみたいな、1と10ではダメージが、うん、スーパーブレブバースト1の時のクリティカル率アップと、スーパーブレブバースト10の時のクリティカル率アップってなんかアップ度合い変わるんですか。こっちの方がめっちゃアップみたいな。基本的には全部上がりますね。レベルごとに確率も上がるユニットもいれば、確定で何割以下の確率っていうのもいるんで、まあ、一概にはいないんですけど、基本的には攻撃力も上がるし、機動隊以上とかの確率も上がるし、攻撃がないブレイバースト、要はなんかまあトルオールみたいな、ああなるほど、はいはい、ああいうユニットは必要なバトルクリスタル数も減ったりする。えバトルクリスタル30個とかいるブレイバーストが、まあ、25個になったりとか。上げるだけですか、レベルを。そうですね。じゃあ回りやすくなるってことですか、上げれば。そうですね。だからシダもそのスーパーブレイバーストでBB ゲージ増加、レベルが上がれば増加する量も増える。ちょっと待って、うちのシダ、うわ8でと思ってる。シダも必要なその BC 数も減るし、増やすゲージ量も増えるし。私すごいもったいないことしてましたね。まあでも8だったらまあギリ。うわー、知らなかった。最近グランセシウスを作ろうと思って、はいはい、レイドバトルいっぱい回してるんですよ。はいはい、やっぱり一人で回ることがまだ多いんですよ。はいはい、結構時間がかかるし、結構辛いんですよ。レイド一人で回るってどんなパーティーがいいんですか。基本的にはやっぱりまあ半減がいて、まあできれば毎ターン半減が打てる状態で、全属性付与というか、まあその対象のボスだけでもいいけど、基本的には属性付与して。あ、じゃあシダとか結構使えるってことですか、レイドで。シダはフロンティアハンターだけかな。属性付与するけど、
フをしながら攻撃ができないんで、じゃあオルナとか、まあ、リュカとかそういうのがやっぱりリュカとかトロンティアハンターとは違ってレードバトル行くときは攻撃ができて、うん、付与できるみたいなのがある。半減は攻撃しながら半減できる人がいっぱいいるけど、うん、基本的にレイドの敵ってなんか全体攻撃してくる時が多いんで、うん、ナルザの方が攻撃はないけど全員の BB が溜まることが多い。ナルザは半減最強かなとは。おナルザの使いどころが分かんなくって、なんか何でもできるけど大体他のやつが同じことになってくれてて、うん、例えばなんか状態上向こうだったらリグネスとかいるし、半減だったらなんかタテジーとかいるし、より上のやつがいるじゃないですか。まあそうですね。いつ使うんだろうって思ってたんですよ。どうやったら出ますか。まあ基本的にはやっぱあれですよね、 V 破壊して数をこなすか、もしくは複数で行って頑張るか。あなんか本体のが早く倒れちゃいそうってなったらやっぱ単体攻撃とか混ぜた方がいいんですか。ああもう私死にそうだし V 残ってるし、あもういいやみたいな感じなんですけど。それでも今の星7のテイザーがそういう役割で今活躍してますね。ああブレイブバースト全体でスーパーブレイブバースト無限単体みたいな。そうですね。うわでスパークも上げるし、持ってなーい持ってなーい。まあでも単体攻撃はありだなと。生き残れないんですよ私。お召喚師でミササギの目でおっしゃってた、うん、いっぱい殴るみたいな、はいはいはい、いや何ターンも何ターンも生き残ってられないんですよ私。あれってどうしたらいいですか。ユニットも別になんかそこまでちゃんと育ててるし、うん、スフィアとかもヨーマとか割と食べさせたりするんですけど、うん、あれってやっぱコツがあるんですか、生き残るコツみたいな。フロンティアハンター毎回と、まあ、仕様が変わったりするんですけど、うんまあ、基本的にはやっぱ半減打って、うん、ただできれば防御バフもかけて、うん、HP 何パー以下になったら強い技を使ってくるとか、うん、1人になったら使ってくるとかそういうのが結構あるんで、うん、そこに関してはもう毎回毎回の毎回のに合わせたパーティーを組み立てるんですか。そうですね、まあ、基本的には、まあ、相手が何台だろうが半減を打てるパーティーだったらいいのかなと、まあ、もしくはやられる前にやる火力型で2ターンで終わらせる。なんか迷ってることがあって、うん、時間帯によってユニット獲得率アップみたいなところあるじゃないですか、はいはいはい、あそこで周回するのと体力3で5バトルみたいなので周回するのって、うん、結局どっちが楽なんですか。なんか体力半減とかあるんですけど落ちるユニットによりますよね。それは場所の一般的に人気なのが炎の洞窟、もしくは次のマップのモルガンのあれですね、火眼砂漠ですね。あーどっちも攻撃タイプが結構落ちますか。攻撃しか基本的には落ちないんですけど、うん、あとはあの精霊の妖精ほほほほがたまに落ちるぐらい。逆に補助と回復落とすところはどこですか。補助はあれです、一番最初の鳥獣の森ですか。マンドラゴラが、そうですね、マンドラゴラばっかりユニットリアップとかあるじゃないですか、うん、あれはそんなに気にしなくていいって感じですか。攻撃に関して言えば結構どこでもいいというか、まあ、水はちょっと避けたいですけど。なんでですか。確か水が回復が落ちるのかな。おー、水は回復が落ちやすい。まあ、あんまりそこを意識したいんですけど、今特にあの体力が3分で1回するんで。確かに、まあ、適当に回ってれば溜まるみたいな。なるほど。で最近ちょっとアリーナ勝てるようになったんですけど、これで行ってるんですよ、このパーティーで。なんか選ぶときに、うん、今なんかそのセレナはまあ強いじゃないですか、うん、あのエクストラスキルで。そうですね。でアルファも全体攻撃力 80% アップで使えるかなと思って入れてて、ステータスも高いしで、うん、なんですけど他3体はなんとなく全体攻撃だし4枚いっぱい食べてるしみたいな感じになったんですよ。なんか選ぶコツとかあるんですか。そうですね、今のアリーナはほとんど負けないですよね、うん、なんかセレナがいればどうせ BB 溜まるし、あちょっと前まではなんかそのゲージが溜まる速度が速いやつが人気だったけど、うん、なんかもう今セレナが殴ったらどうせ溜まるからっていう。そんなやっぱセレナ必須な。そうですね、多分誰のパーティーにもいるんじゃないかな。しかもそのエクストラスキルで生き残ったりするんで、うん、相手の BB 食らってもセレナだけ残って逆転するみたいなパターンもあって、あとは今追加されたボーナス、うん、あどうやって狙うかですね。体力満タンで終わるとか。そうですね、あれまだいまいち分かってないんですよ私は。基本的には僕のパーティーは全員生存を狙うためにリーダースキルで体力の上がるグラデンス、え結局2ターン目でどうせみんな BB 溜まってるから、うんうん、まあ別に1ターン目で殺さなくても
おまあ打つだろう。スフィアとかってどんなの使ってますか。やっぱり結構適当ですよ。セレナにレクシーダあったらいいやっていう。佐々木先生として召喚士の方をご指導なさっているじゃないですか。はい。大悟の試練、我々としてもお嬢様に勝ってほしいわけですよ。おどうですか。大悟の試練は割とユニットゲーなんですよ。あー、マクスエリーの あいつ持ってればいけるみたいな。ジュンドイツですか。セレナとマグルスが あとまあラスハイル。おそれはどれか1個ですか。セレナとマグルスはどっちかでも OK。 来た、ラスハイルはもういたら OK。 おー、ラスハイルずっと愛し続けてずっと買ってましたから、ね、本当に TGA が出るわ。余裕っす。で、私の話はいいんですよ。私が大悟いけるとかの話じゃなくって、お嬢様が倒すことによってプレゼントがもらえるという。そうなんですね。お父様から、はい、召喚とかされてるんじゃないですか、ユニットのために。あんましてないですね。前回あのなんか星7引けるまで引くって、はい、言ってて、はい、すごい早く引いちゃったんで。ウルキナもだって一発とかですよね。最初がウルキナですか。最初がそうですね。最初のあれがウルキナでアニマですよね。しかもそうですね、ピッてアニマって。しかもリリーマターも別に何のキャンペーンでもなく引いてた。そう、持ってますね。そうですね。ただ、はい、ラスハイルも持ってたんですけどね。あの事件ですか。やっちゃった事件やっちゃった事件の中の一人にラスハイルがいたという。むしろ二人だって。皆さん、あのやっちゃった事件、あのご存じない方は召喚士をぜひ見てください。というわけで、まあ、ユニットがちょっと少ないかなとは思いますね。ただまあ時間もないんで、結局ユニットがあっても育成するのも大変なんで。前回あの召喚士のところに遊びに行かせていただいた時に、私の行く時間のちょっと前にちょうど大悟の試練挑戦してたところだったんですよ。もう悔しがってました、楽屋で。悔しい、負けちゃったってすごい言ってたんですよ。ただあまりなんかどうしよう、どうやったら倒せっかなみたいな感じの危機感を。絶対そういうキャラじゃない。ただまあとりあえず今の引いたその星7ユニットであれ、まあ、とりあえず育成してですかね、最初は。お嬢様はもうちゃんと4番も過去マックスのためにやってますし。そうですね、あの時はやっぱやる気を出せば絶対できる子だと思うんですよ。そうですね、よく言っておいてください。我々の物欲がかかっているんだという。見てるみんなも思うでしょ、欲しいでしょアイテム。私は欲しいです。なのでそれをぜひ言って、なんとかみんなのこの思いを伝えてください。どうなるかは最強召喚士で。はい、もうぜひね。めっちゃ必死やん。誰よりも必死ですよ。私一番応援してると思いますよ、もう誰よりも。なるほど。みそにきを見てもらってる方に、いつから本当に楽しめますかっていう質問が来たんですよ。で、私はやっぱ最初はただ楽しいみたいな、まあ、レベルが上がるにつれてなんかユニットの効果とか、まあ、ユニット強いユニットが欲しいとかってなるじゃないですか、そうするとだんだんなんかまあマクスウェルとかのなんかいろんな壁にぶつかり始めるじゃないですか、強い試練とかの。まあそれを倒すためにそのバフとか、まあ、半減つけるとかパーティーの構成を考え始めるじゃないですか。それが楽しいってなるじゃないですか。で、私は今そこで止まってるんですよ。もうミササギさんってもうその楽しさないじゃないですか。やすぎてるじゃないですか。私の遥か上じゃないですか。その次の楽しさってなんだろうみたいな。まあ人にもよりますけどね。はい、今僕が楽しんでるのは、はい、いかに試練を早く倒すかって。見ました、私はマクスウェル召喚士の方。みんなも見てくださいよ。私が63ターンとかかけて倒した時を3ターン3ターンですよ。私1回目2時間ぐらいかけてここで撮影してたんですよ。説明のが長いじゃないですか、倒す時間より。おかしくないですか。試練系以外でも何かさ、こだわってることとかありますか、プレフォーやる上で。そうですね、まあ結局フロンティアハンターも、まあ、点数が出るんで、まあ、どうしたら出るかとか。おー、試練で、なんか何ターンで倒せます、最短で。カルデスは何ターンですか。カルデスは2ターンでどうにかいけないかなって考えてる最中ですか、ね、あ、もしかしたらあれ使ったらいけるかもって思って。そうですね、それを試すのが楽しいみたいな。そうですね。ただ今はカルデスよりも第5の試練の方が。ジョバルは、ジョバルは、まあ、考えてる中ではとりあえずまあ10ターン以内は結構長く感じますけど、あいつめっちゃ強いんですよ。だってもうさっきセレナ必要みたいな、ラスハイル必要みたいな、
もうこれ聞いた時点で、あ、即死技があるんだみたいなの思いましたよ。私は完全に。そうですね。それを10ターンですか、想像つかないですね。それはもう後々動画でどうかなっていうサボり気味なんじゃないですか。よく言われますプレフロのやっぱり楽しさもね、はい、奥深い楽しさがどんどん待ってるということで、おやっぱいいゲームだなって思うんですけど、ただね、うん、あれ最終回ですかやめてください、やめてください。なんで私ゲストが来たら毎回最終回みたいなノリなんですか。みすさきさんは確かに強いですよ、ユニットもいっぱい揃ってるし。でも私は物申したいです。お毎回私はね勝てないんですよ、大体の敵に、はい、大体のフロンティアハンターも大体最初負けるんです、うん、ツイッターで負けちゃったよ誰か助けてって攻略も見てるけどってやるんですよ、はい、大体教えてくれるのかと思いましたよね、今のくだりで。違うんですよ、私と同じパーティーを同じ、全く同じパーティーを作って倒した動画とか倒した画像をピッて私に貼り付けてくるんですよ。スクショがちゃんと残ってるんでいつもね、それでムキーって、でも参考になるムキーって思いながらやってるんですけど、なのでですね、ちょっと明日は勝負を挑みます、はい、今フロンティアハンターやってるじゃないですか、はい、過去の屈辱を思い出してフロンティアハンターで挑みたいです。ぜひ私にかかってきてくださいよ。もう攻撃しましょうかハンデはちゃんと、ハンデ戦はハンデをいただきつつ勝負します。はい、行きましょう。はい、というわけで本日の Q&A コーナー、味噌汁は2期は味噌汁2期本日の Q&A コーナー味噌汁2期はこれにて終了です。もう一回じゃあねーって待ってるんですよ、はい、一緒にやってください、はい、いきます、せーの、じゃあねー。言わないじゃないですかですか、局地です。負けた方がですね、罰ゲームを用意しております。もういっちょ、おかしい、おかしい、あー負けーなー、これやべーなー、よっしゃ、え、待って待って待って、皆さん、このコインがこっちに瞬間移動したらチャンネル登録してください、いきます。あー、見てください、皆さんすごいですよ、テレキネシス、わー、すごい、私こんな力があったなんて、すごい、すごいよー。